ミスター・ホームズ名探偵最後の事件は、イギリスとアメリカ合衆国で制作された2015年のミステリー映画である。監督は、ビル・コンドン、主演は、イアン・マッケランが務める。原作は、ミッチ・カリンの小説、ミスター・ホームズ名探偵最後の事件。1947年、現役を引退していた、私立探偵のシャーロック・ホームズは、 家政婦のマンロー夫人と彼女の息子であるロジャーと共に、サセックスの農場でミツバチの世話をして暮らしていた。世間では助手だったワトスンが執筆した小説に基づく、名探偵ホームズの巨像が浸透していた。その数年前、ホームズは兄マイクロフトの遺品からワトスンが書いた小説を見つけ、それをきっかけに自身を引退に追い込んだアンケルモット夫人の事件を描いた映画を鑑賞するが、 実際の結末とは異なった描かれ方をしていたことに気づき、事件の真実を伝えるために手記を出版することを決意する。しかし、老齢のホームズはすでに地方が進んでおり、記憶が曖昧になり、過去を思い出すことが難しくなっていた。ホームズは、自身のファンである梅崎の求めに応じて、日本の広島を訪れ、記憶力の維持に効く参照を受け取る。その際、 梅崎に外交官だった父はあなたの忠告を受け、障害に本に戻らなかったと責められるが、ホームズは梅崎の父に関する記憶を思い出すことができなかった。帰国したホームズは手記の執筆に専念するが、事件の核心を思い出せずに焦りを感じていた。ホームズはロジャーの洞察力に刺激を受け少しずつ記憶を思い出していくが、ある日、ロジャーの名前を忘れてしまう。 前日に、ロジャーの名前を、シャツの袖にメモしていたため思い出すことができたが、記憶の限界が近づいていることを自覚したホームズは、薬草を皮下注射して、記憶を維持しようと心を見るが、薬草を調合している最中に倒れてしまう。ホームズは、意識を取り戻すが、安静にするように言われてしまう。数日後、ロジャーから、ミツバチが大量死していると聞かされたホームズは、 調査に乗り出すが、その際に書斎にあるワトスンの書棚から、アン夫人の手袋をロジャーが見つける。記憶を取り戻していったホームズは再び手記の執筆を、はじめ、事件の真相を書き終える。30年前、ワトスンと別れ一人になったホームズのもとに、トーマス・ケルモットが訪れ、彼の妻アンについて、依頼を受ける。アンは二度流産したため塞ぎ込んでしまい、 アルモニカのレッスンを受けるようになるが、その教師マダム、シルマーとの間に不穏な行動が見られるという。トーマスは、黒魔術を用いて死んだ子供と会話しているのではないかと疑っており、ホームズは依頼を引き受ける。アンを尾行したホームズは、彼女が自殺しようとしているのを知り止めようとする。子供を失い孤独に苛まれていたアンは、孤独を共有できないかしらと尋ね。 ホームズは愛する人のもとに帰りなさいと告げる。アンは毒薬を捨てホームズのもとを去るが、彼女はその後列車に飛び込み自殺する。真相を知っても孤独を救えないことを知ったホームズはショックを受け、そのまま探偵を引退してしまう。塞ぎ込んだホームズを心配したハドスン夫人はワートスンに助けを求め、ホームズから話を聞いた。彼は結末を変えた小説を執筆し、 アンの手袋を書棚に隠す。手記を書き終えたホームズは、ロジャーに読んでもらおうとするが、彼は蜂に刺されて、意識を失っていた。ロジャーは病院に搬送され、取り乱したマンロー夫人は蜜蜂を燃やそうとするが、ホームズは、スズメバチの仕業だと気づき、家の側に、スズメバチの巣を見つけ、彼女と共に巣を燃やす。翌日、病院に向かったホームズは、マンロー夫人に、 これからも一緒にいてほしいと伝える。ホームズは怪我の治ったロジャーと三人で再び暮らし始め、同時に梅崎の父のことも思い出す。ホームズは梅崎に手紙を書き、父親はマイクロフトのもとにイギリスのために働きたいと相談を持ちかけ、私は故郷の祭祀に別れの手紙を書くようにと伝えたと記した。三に佇むホームズは広島で見た日本人に習い。 バトスン、ハドスンプジン、マイクロフト、ケルモット夫妻、梅崎夫妻に見立てた石を置き、彼らに祈りを捧げる。カッコ内は日本語吹き替え2013年9月5日、ミッチカリンの小説、ミスター・ホームズ名探偵最後の事件が、ビル・コンドーンを監督に、イア・ン・マッケラム主演に迎えて映画化されると報道された。 2014年5月7日には、ローラ・リニーとハティモラハンの出演が決まり、同年7月9日には、サナダ・ヒロユキの出演が決まった。年老いたホームズを演じるにあたって、マッケランは100歳で亡くなった義理の母親の姿を参考にした。2014年9月3日、ミラマックスが本作をアメリカで配給する権利を獲得したと報道された。2014年7月5日、 主要撮影がイギリスで始まった。9日、イアン・マッケランがホームズを演じる自らの姿を自身のツイッター、フェイスブックで公開した。なお、本作の撮影はロンドンやイングランド南部を中心に7週間にわたって行われた。2014年7月14日、カーター・バーウェルが本作の楽曲を作曲することが決まった。ありがとうございます。